はいこんにちはこちらではですね、実際私たちが行っているキーワード選定の方法をお伝えします。キーワード選定のね動画マニュアルということで、こちらの動画の手順に従って、この業種、業界の,その狙っていくキーワードですよね、とものを同じように設定していただいて、この一連の流れで、この方法でやっていただければキーワード定まってきますので、同じ流れで行ってみてください。それでは早速やっていきますね。でこういったキ,キーワードねシート、 ですね、お配りしていると思うので、こちらに当てはめていくという形ですね。で実際に完成図というのはまあこんなイメージなんですが、こういったイメージでやっていきますということですね。こちら、今回サンプルということで見ていきますで。今回ね、狙うキーワードはサンプルとしてランディングページで行っていきます。ランディングページですね。ですので、まず手順としてこのキーワードを決めますよと。戦っていくキーワードを決めます。今回では私たちで言えば、まあ、ウェブマーケティングにおいて重要キーワード、ランディングページを見ていきます。よろしいでしょうかね。ランディングページを見ていきます。 でまず手順としては、じゃあランディングページでね、実際に上位に表示される競合というのは何かというのを見ていきます。ランディングページと検索します。でそうすると、まあ、検索結果が出てくるんですけど、も、まあ、ここまでがね、広告なので、広告の下のこういったところですね、というものを開いていきます。まあ、ここタブで開いていくんですけれども、まあ、こういうことですね。こういう形で開いてみますと。これが1位ですね。これが2位のサイト。で3位のサイト。 4位のサイトですよね。で、こちらでね、注意してほしいのが、1位はこれブログですよね。ブログなんでいいんですけれども、2位はちょっとブログじゃないですよね。ブログじゃない。ポータルサイトのような見え方ですよね。これちょっと参考にならないので外してしまいますで。これはブログですよね。ディスクルというメディアのブログです。で、3位。これもちょっとね、ブログではないですよね。ですので参考に競合にならないので外してしまいます。そうするとまだね、2つしかないので、もっとね、下を見ていきます。 またさらに見ていくんですけれども、これはじゃあどうかということですよね。これもね、ブログじゃないですよね。ちょっと、用語辞典なので、あまりこう、競合にならないと。で、これを見ていくと。これはブログですよね。で公式ホームページとか、先ほどね、マキュレーションメディアとか、そのまとめサイトみたいなもの、あまり参考にならないので、こういった形で、まず、上位、 こちらですね。決めたビッグキーワードで上位表示されたブログを見ていきます。そうするとね、今上からクリックしていきましたけども、ブログとなると、やはりここですねで。そしてここ。で、ここと。この3つが上がりましたね。この3つのメディアが、このビッグキーワードでの競合ということになりますで。早い話ですね。このビッグキーワードのランディングページで上位されれば、上位の表示をされれば強いわけですよね。ランディングページ参考とか。 いろいろね、付随キーワードがありますけども、極端に言えば、このキーワードで表示された方が強いに決まってるわけですよね。なので、まずビッグキーワードで検索をして、上位表示をされるサイトっていうのをピックアップしますとで。サイト、ブログですね。この3つのブログを今回はピックアップして、これを競合としていきます。ですので、こちらのキーワードシートに、ライバルサイト3つって書いてあるので、この上の3つですね。1、2、3と。ここの3つにリンクを貼っていきます。でこれですよね、まずこれが1位なので、 これを貼っていきますと。で、2位がこれですね。2位のリンクを貼っていきますと。で、3位がこれですよね。リーグというメディアの記事を貼っていきますと。そうすると、ライバルサイトはもう3つ上がりましたね。ここまでよろしいでしょうか。ランディングページで検索をして、まあ、上位の3つのサイト、3つのブログですね。3ついてブログをピックアップして、ここに載せたということです。でそうしましたら、 キーワードということで、もうこちらのシートにはならかじめこういった形でキーワードがなっているんですけど、これどうやってピックアップしたかというと、このおむすびというキーワードツール、こちらもね、紹介していると思いますが、こちらのキーワード、おむすびっていうのをね、使っていただいて、こちらにランディングページと打てばいいんですね。これで検索。Google で検索ですね。そうすると、付随キーワードっていうのが自動生成されます。こういった形です。こういった形ですね。 こういった形で見えますかね。でそうすると、英語とデザインと構成とかです、これをここから参考にして、これね、ずっとズームをこうすると、大きく見やすくなるので、とはとか、ね、制作とかデザインですね。これを、まあ、コピーこれできないんで、ここから参考にして、この記事に、ここにやってますということですね。なので、おむすびのここからピックアップしたというイメージですね。はい、よろしいでしょうか。 ことこ、ね、おむすびは1回閉じてしまいます。はい。ここね、ピックアップしたと。で、次に、この月間検索数と競合数、ここもね、調べておいてほしいので、こちらどうやって調べるかというと、Google キーワードプランナーというのがあります。まあ、Google、まあ、検索していただいて、キーワードプランナー、まあ、もう検索していただいて、キーワードプランナー、g o o g l e a d w ってこという1番目のね、ここに、で、ログインしていただく。 まあメールアドレスをね入れていただくとログインできますのでログインしてくださいはいでこの一番上のフレーズウェブサイトカテゴリーを使用して新しいキーワードということでこちらに宣伝する商品やサービスというところにキーワードを入れていきます今回ランディングページですよねはいランディングページというふうに打ってみます まあそうするとね、こういった表示がされますよということですね。まあ、このキーワード候補っていうのを打つとね、ここに出てくるということですね。まあ、こう。で、ここね、まあ、新しい直近のね、新しい情報として、今まではね、検索ボリュームが具体的に、例えば1000とかね、1020とか、具体的に出てきたんですけど今は1万から10万と、こう、1000から1万。で、アバウトになっています。まあ、だいたい1000から1万っていうのはまあまあ多いところですね。まあ、通常のレベルです。 10万を超えてくるのは、例えば YouTube とかそういったビッグなサイトですので、あまり参考にならないですね、まあ。1000から1万とかね、いうところになります。ではね、早速ランディングページっていうのがね、どれくらい検索ボリュームがあって、競合度がね、こちらですね、競合度がどれくらいなのかっていう話を、こちらのね、数値を見ていきますで。実際に見ていくんですけれども、ランディングページは1万から10万ということで、まずこれをね、控えますと。 目安として、ね、控えておいてくださいで。競合度は両方同時に見ちゃいますけど、高いですよね。まあ、高い,ということです、ね。ということで、この2つをメモをしていきます。でランニングページ参考が、ね、ここにあればいいんですけども、ここではないので、こちらね、半角スペースで参考というふうに打っていって、情報を取得していきます。ということですね、でそうすると、こちら。 100から1000で強合度低いですので、100から1000で低いというふうに言ってきますで。続いてデザインですよね。デザインは、こちらも数値を一つずつ見ていきます。これ1000から1万多いですよね。1000から1万多いですね。はい。ということで、1万で強合度は中ですね。 構成はどうでしょうかこれね、退屈でしょうけれども、一つずつ見ていってください。構成は100から1000で中ということですね。100から1000で中と。はい。とはですね。続いてとは。こちらをとはと入れちゃいましょうかね。これも100から1000で低いと。競合度は低いようですね。 続いて作り方を見ていきましょうかね。作り方と。はい。作り方100から1000で強合度は十。と。で、スマホと。これ繰り返しですね。じゃあもうね、おむすびに上がってきたキーワードを見ている段階ですよ。おむすびのキーワードを一つずつ見ていると。スマホは低くて100から10。ただしですね、 これはまだ狙えるかもしれない数字なので、諦めずね、やってください。で、中とで、テンプレートというところなんですけれども、こちらですね。テンプレートと。で、こちら。テンプレートは100から1000で、強合度中ということですね。 政策というところを見ていきますかね。続いて政策を見ていきますと。政策は1000から1万多いですよね。1000から1万。まあ、アバウトに、ね、見えてしまいますけれども、1000から1万と。で、競合度は高いということですね。続いてまとめ、最後ですね。まとめを見ていきます。 100から1000で低いということですので、低いと。ということでね、月間検索数と競合度がこれ見えました。今までは、こちらね、1 100とかね、0 0 0 4 5600とか7100とか具体的な数字出てきてたんですけども、このアバウトのね、この範囲で指定されるようになりました。ですので、これね、 はい、で指定されたからね、狙えるキーワード分かんないよということは、まあもちろんね、あるんですけども、多いものから狙っていくっていうのは前のセオリーとしてあって、低いものでも、例えば100から1000っていうのはね、150とかかもしれませんし、980かもしれませんよね。アバウトなんですけれども、できるだけね、検索ボリュームあまり気にせずに、このね、ランディングページ参考、その次のデザ言葉とかね、デザインとかね、この最低この2つ目のところからしっかり攻略していけば、 SEO 的にも、ね、問題ありませんので、このランディングページよりか、この2つ目のキーワード、おむすびに出てきているものは攻略をしていきましょうという流れです。で攻略をしていくにもね優先順位というのがありますので、それを順位後継とランクイン数でこれらを見ていきますということですね。はい。基本データが、ね、ここまで揃ったとは思うので、ではですね、このランディングページというのはね、ランディングページで上位されるのはこの3つですけれども、ではこの付随キーワードでの検索結果というのを見ていきましょう。 で今回、競合が Web 集客の開花塾とリスクルとリグですよね。でこの3つのメディアなので、この3つのメディアが、はい、今から検索していくこのキーワードで出てくるか、出てくるかっていうのを出現してくるかっていうのを見ていきます。で、出現してきたら Web 集客開花塾とリスクルとリグの記事をここに貼っていくということですね。まあ、試しにやってみますね。例えばランディングページ参考で 検索をしてみます。はい。で、上位から見ていきますよ。これは違うので。1ページ目に出てくるかというのを見ていきます。これこ,こからね、広告になってしまいますので、ちょっとこれはね、ブログじゃないので開きません。そして見ていくと、 これも違いますよね。で、リグ出てきましたね。リグが出てきましたね。リグが出てきました。で、リグ何位かっていうと、これですね。これ。なので、これ1、2、3位ですね。3位に出てきた。ので、こちらのこのリグですね。ここなので、ランニングページ参考でリグが出てきたということで、記事を貼っていきます。3位ということですね。で、3位。なので、まず、この順位合計というところに、まず3と。 まず3と打っていきます。わかりますかねこのリグというね、記事がランディングページ参考としたときに3位、こちらね、出てきているので、まずこの順位合計に3と打ち込みます。3と打ち込みます。この順位合計がね、もちろん低い方が、そのキーワードは優秀ということになりますね。このキーワードは優秀ということになりますよね。低い方がね、高くなっちゃうとその順位がね、高いということなのであまりよろしくないわけです。 で、続いて見ていきますね。リグが2位でした。で、続いてこれ。これもちょっと違いますよね。これ、コード部、ブログですが、競合サイトではなかったので弾きます。これも違いますよね。次ギオラブも違う。お、来ましたね。ウェブ集客の開花塾っていうのがあります。これは何位だったか。正式なね、順位はというと、1、2、3、4、5、6、7、8ですね。9、10位ですね。 10位、ウェブ集計の改革10位なので、こちらに十三と、十0たなんでまた13と更新されますよね。はい、十三と更新されます。で、集客の開花塾の記事もあったので、ちゃんとコピーをして、この、ここですよね。ここに更新していきます。はい、ね。 じゃあね、間のこのリスクルはなかったかって、リスクルはどうでしたかねないですね。リスクルはないので、今のところ、この競合サイトでは2つがランクインしたということになりますね。はい。で、同じように、ランクイン数ですねあ。すいませんね。ランクイン数っていうのをここね記入していきます。ライバルサイトが2個出てきたので、ランクイン数は2ということで設定をしていきます。よろしいですかね。 で、続いてランディングペジデザインも同じようにやっていきます。だいたいつかめてきましたかこれをデザインと検索すると、またね、一番上から開いていきましょうかね。1、これはもう使わないので、いいでしょうかね。1、2、3、4、5、6、7 8 9、10と。 ここね、広告になっちゃいますここまで検索します。10個のねサイトが出てきましたけども、1、2と。これ、1番目はいらないですね。で、また2位にね、リグが出てきました。競合サイトなので、こちらをシートに記入していきます。デザインでもリグが出てきましたね。で、これは2位なので、ここに順位は2位と。まずね、入れていきます。で、次ですね、1、2、3。 これはなしで、4。これもですね。5。6。また違いますよね。7。これも違います。8。また来ましたね。これ8位にウェブ集客の開花塾が来ましたので、シートに戻って、こちら記事が出てきたよ。ということで、これ8なんで、8足すと10なので、10としましょう。他にはないかなというと、 これだけですね。競合されたらこれだけなので、全部閉じてしまいます。はい。ということで、これもランクイン2ですね。はい、2ですね。まあ今のところリスクルが出てきてないって感じですね。はい。で、構成っていうのをね、これも同じように見ていきます。構成でね、まず最初から見ていきます。1。 9個ありますけれども、見てきます。お1位に来ましたね。ウェブ集客の開花直は、この記事が1位なので、ここにね、記事のリンクを貼ってあげて、順位をまず1位としましょう。はい。少ない方がね、ここはいいので、1位っていうのは優秀ですよね。で1、2、3、4。おリスクルが来ましたね。なので4位、4位ですね。4位にリスクルが来ているので、 ディスクルの記事、初めてね、これ来ましたね。記事を載せてあげて、4位だったので、こちらは1たす4で5にします。で、また見てみます。1、2、3、4、5、6、7、8。ないですね。もうね、競合サイトはこの2つでできましたので、ないと。これでランクイン数、また同じく2と。1、2なんでね、2にしましょう。で、これを繰り返していきます。 トアまで。じゃあサンプルなのでトアまでやっちゃいましょうか。同じように繰り返しですね。トアで、こちらね。トアで開いていきますよ。1、2、3、4、5、6。全部、全部開いてしまった方が、ね、いいと思うので、50個開きました。まず、ここをね、 検索結果を見て、このサイト名でね、まあ、判別できるようになればいいですけど、まずは全部開いてしまいましょう。そうするとまたね、1位に Web 集客の開花塾がね、来ましたということで、またここ、このサイトは強いですね。で、これ1位なんで1とします。1位、2位。で、2位がリスクルですね。2位がリスクルなので、こちら。えっ、ー、と、こちらですね。こちらにまた貼っていきます。その2位なんで1たす2で3と。 1,2,3,4。おリグが来ましたね。でリグが来たので、これを8位なんで、8位にね。これすべて攻略しているので、これ8位なので、これ11にしましょう。で、ランクイン数は3ということですね。はい。でもうね、ライバルサイトは出てできたので、これは OK です。これを消していきます。 タブでね、いっぱい開いちゃうんで、一回一回消していった方が見やすいですね。ってところで、ここ、トアまでね、まあ、全部本当はやるんですけども、まずこうね、説明なので、トアまでで終わりにします。でそうすると、これ見方なんですけれども、まずランクイン数っていうのを見てほしいんですよね。ランクイン数。でランクイン数を見ると、もう当然ランクインがね、競合サイトが多くランクインしているキーワードっていうのは、それはね、優先的に攻略してくださいってキーワードになります。まあ、当然ですよね。 ライバルサイトがランクインして食い込んでいるキーワードっていうのはそれをね攻略するとそのキーワードを攻略するとこのランディングページというビッグキーワードで表示される可能性が高くなるってことですよねよろしいですかねこのランクイン数が多いキーワード例えばこれだと TOA がもう1位ですけども TOA で検索してこれでね上位表示がされるのであればこのビッグキーワードのランディングページという単体のキーワードでも上位表示される可能性が高いなぜなら このランニングページでね、出てくるこの3つのライバル、キーワード、ライバルのサイトっていうのはこのトアをね、すべて、そのすべてのサイトが攻略しているからということになりますよね。ですので優先的にはランクイン数が多いキーワードからやっていきます。でこれをずっとね、これやっていく、この下に行くと1位とかこ,こ出てくると思います。例えばこれ1位とかね、サンプルでやりますけれども、はい。1ランクイン数がね、1のものよりは当然2とか3の方がいいわけですよね。 なので3から順にやっていくわけです。まずで、まずやっていくべきなのはこのとはということですよね。このキーワードでブログ記事を書いていくべきだよということです。でこれが書き終わったら次2番目。で、これ222で並んでますけども、2で並ぶとじゃあどれからやったらいいのかって分かんないですけども、その時に参考なのが順位合計ですよね。順位合計で、例えば順位合計が若いもの、低いものの方が当然優秀ですよね。順位合計が高ければ高いほど、 それはね、ちょっと、順位的にはね、下の方なわけですよね。2位と3位であればね、5ですけれども、例えば2位と8位だったら10になってしまいますよね。で、当然順位合計は若い方がいいわけですので、この2で、2位のものでいい。ランクイン数が2のものであれば、この5。なので次、構成というところから見ていくといいわけですよね。で、とはやって構成をやるっていうふうな、ね、記事の書き方ですよね。まず、とはで書いてみて。で、次、次、構成というタイトルで、ロー記事を書いてみると。 いうような流れがね、まあ、早く成果の出る流れになります。ここまでよろしいでしょうかね。このキーワードシートっていうのを使ってうまくライブラリサイトを出して、ね、おむすびでここを出してですね、まあ、このキーワードプランナーでここを調べて、月間検索数、競合度を調べてで、あとはね、それぞれのキーワードで検索をしていって、ランクイン数と順位を見ていく。この流れになります。ぜひこの通りやってみて、先に書くべきキーワードは何なのかっていうのを選定してみてください。では、以上になります。